長岡京ハッピーバスは京都府長岡京市が運営するコミュニティバスである。運行は阪急バスに委託されている。長岡京市内における交通が不便な地域の解消や高齢者の交通手段の確保を目的として2006年10月に運行を開始した。イメージキャラクターは市の花である霧島ツジを紙に飾った女の子のハッピーちゃんで。 バスの車体やパンフレットなどにイラストが使用されている。運行開始当初は2008年7月31日までの試験運行とされており、その後は国の補助金給付がなくなることから、ン単独による運行に変更される計画となっていた。しかし、コミュニティバス運行協議会を解散し、地域公共交通活性化再生法に基づく、 法定協議会が設立されたことにより、8月以降も国の補助金が継続されることとなったほか、運行も2010年度末まで続けられることとなった。さらに、翌年度からは国の補助金給付が終了したため市が単独で、補助金を計上したことから運行を継続しているが、運賃及び広告収入は、 運営費用の2割を賄うに過ぎず、収支面では引き続き厳しい状況となっている。2007年9月には、それまでの利用状況などをもとに、運行コースの変更や増便及び運賃値下げなどの改定を行った。また、2009年8月には、利用客の増加に伴う積み残しなどを解消するため、車両の大型化と運行コースの一部変更を行っている。 2009年7月まで使用されていた大型ワゴン車タイプの車体専用バス停の標識柱半球バスと共用の標識柱2つのコースがあり、どちらも JR 長岡京駅西口を発着地とする循環コースである。半球バスの停留所と同位置に設置されている場合でも停留所名が異なる場合があるまた、標識柱を共用としている場合もある。 運行は平日と祝日を利用することになる。で、両、コーストも1日8便運行されている。なお、正月3月日,日や長岡京柄車祭開催日などには臨時運行されており、その場合、運行経路も独自のコースが設定されることがある。2009年に新型車が導入された。乗車定員は座席11人、折り座席4人、 立席11人の26人乗り。両コースとも、大人170円、小児9 0円の均一運賃制。JR 長岡京での、両コース間の乗り継ぎは無料。また、阪急長岡天神、長岡京市役所前、JR 長岡京で、阪急バスと乗り継ぐ場合、大人50円、子供30円の割引制度がある。行事は、 大人の同伴者一人につき一人無料、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の所持者及び、介護人は手帳を提示で半額で乗車可能。紙製の専用回数券が、長岡京ハッピーバス社内と、阪急バス大山崎営業所及び向こう出張所で、販売されている。阪急バスの定期券については、グランドパス65と、 阪急スクールパスのみ利用可能である。ピパパイ効果キーティカパスもスイカマニカ遠いか、早か県にニモかシュゴカが利用可能。ありがとうございます。